はい、帝王賞です。はい、じゃじゃん、買い目、これね、乗ってるの軸、3連服の軸と単勝でも勝ってます。はい、で相手に、ウィルソン・テソーロ、セラフィック・コール、サヨノ・ネイチア、キングズ・ソード、3連服6点。はい、さあ、でも乗ってるの、右回りはガチで強いから、逃げ切ってそのまま勝ちます。はい、お願いします。よし。さあ乗ってるの。行かないかな。ライトウォリアーが行って乗ってるの逃げないか。乗ってるの中段かな。ちょっと折り合い書いてるな、ちょっと。ちょっと折り合い書いてるかな。ちょっと折り合い書いてるのが嫌だな。そして4番サヨノネイチア。さらには11番名将ハリオ、13番ヒロイックテイル、7番のセラフィックコール、ここまでぎっしり固まって、はい、1コーナーカービが入ります。後方3頭は離れました。トランスちょっとなんか、そして最後方は9番マースインディ、ちょっと折り合い書いてるな。2コーナー2番のライトウォーリア先頭です。リードは4分の3。同じ勝負服10番バーデンバイラー2番手。さあユタカどうする、ここから3番手向こう上に出ました。戦乱を見ながら1番のグランブリッジが4番手、前から5投目8番のリルソンテソー、いやだいぶ中段で4番のサヨノネイチア並んでかわしていく。5番のノッテルノ、あとは中段まで追い上げてきました。外から3番ディクテヨン、いやなんかちょっと行き足ついてねえな、なんかついてねえな。その後ろに11番の名将ハリオ、後方は6番のトランセンデンス、13番ヒロイクテイル、そろそろポジション上げてってほしいんだけど、そろそろポジション上げてってほしいんだけど。3コーナーカーブ、2番のライトボールや先頭は変わりません。そして2番手10番、よしよし、来た、後ろから12番のキングズソード、ウィルソン、来た、乗ってるの来い、来た、4コーナー後ろにはサヨナネイチア、グランブリッジ4コーナーから、よし、行けキングズソード先頭、行け、キングズソードが抜け出した、追ってくるのはウィルソンテソード、ウィルソンテソード追ってくる、あとは内で食い下がるライトボールやバーデンバイラー、大外からディクテヨン逆を通過、先頭はキングズソード、終わりです。キングズソード追って、ビルソンテソードが2番手、外から3番ディクテヨン、あとは離れました。先頭はキングズソード追っているが、ビルソンテソードは2番手か、先頭キングズソードゴールイン、12番キングズソード勝ちました。追って迫った8番のビルソンテソードが2番手、そして3番ディクテヨン。